はい、それでは仁田畑さんのスイングを解析していきたいと思います。まずはじめに右側の画面をご覧ください。まずアドレスから確認していきますと、まず仁田畑さんのアドレスで気になる部分は手の両手の位置、グリップの位置ですね、が少し左サイドにあるのが気になります。理想といたしましては左太ももの内側にまず手を持ってくると、少しハンドファーストになるかなぐらいの形でドライバーの場合は大丈夫です。ボールの位置は左足かかと内側の延長線上に置いてください。続いて左側の画面でアドレスを確認していきます。前傾姿勢が少し浅い形で仁田畑さんは構えています。少しですね、もう少し骨盤から前傾角度をつけていきましょう。少し伸びているような形に見えます。膝の形はですね、曲げすぎるのも良くないんですが、硬直しない程度に膝を軽く曲げるのが理想です。今このアドレスのまま前傾角度を深くしていくと、今この画像でもちょっとつま先に体重があるかなという印象を受けます。体重の位置は親指の付け根真ん中あたりに構えるくるようにしてください。それでは続いて左側の画面でバックスイングを確認していきます。右の膝に注目してご覧ください。今右の膝の向きはこの辺りを向いているんではないでしょうか。では少しずつ動かしていきます。トップオブスイングの位置での右の膝の向き、アドレスの向きと少し異なっているのが分かると思います。少し右の膝が構えた時よりか右を向いている形になっています。で、アドレスの時の向きの膝の向きのままバックスイングをするように心がけてください。そうしますと膝の向きが変わらないと下半身と上半身のねじれができて、ダウンスイングのきっかけを作るねじれがうまく使えるので、右の膝を意識して直すようにしてください。ではトップオブスイングからインパクトまでを見ていきます。少しずつ動かしていきます。少し今の動きを見てもらうと分かるように、やはりこの右の膝がですね、周りアドレスの形からずれていることから、ダウンスイングのこのタイミング、動かす部分ですね、最初に動く部分がですね、上体からというよりかも同時に、ほぼ同時に動いてしまっている形になってしまいます。順番に動かしていきます。インパクトを迎えました。ここでですね、少し膝がアドレスで立っている分、上体が起き上がりやすい状態を作ってしまいます。インパクトで少し起き上がる動きというのは多少はあるんですけども、ちょっとこの映像から見てみると起き上がりすぎかなという印象を受けます。それでは続いてインパクトからフォロー、フィニッシュと見ていきます。
少しずつ動かしていきます。クラブの振り抜きといたしましては、いい形で振り抜けています。ここからですね、体の回転に沿ってクラブが振れているのがわかります。フィニッシュの形なんですけども、ヘッドを早く畳みすぎて首に巻きつけているような形になっていると思いますが、もう少しですね、大きなフィニッシュを取れるように、肩のラインがもう少し回転してくると、もっとかっこいいフィニッシュが作れて、ボールも勢いが増してくると思います。それでは続いて右側の画面でバックスイング見ていきます。ここで右の膝、仁田畑さんの一番の修正ポイント、右の膝をちょっと注意して見ていてください。トップオブスイングまで来ました。やはり右の膝が回りすぎている分、そうですね、腰のラインも少し回りすぎていて、上体とのねじれがないのがこの映像からも見受けられます。それではダウンスイングに入っていきます。頭の位置はしっかりと残っていて、いいインパクトが迎えられています。そうですね、ダウンスイング、フォロースルーからフィニッシュにかけてをもう少しやはり大きい形で取れるように、左足の股関節にですね、体重がぐっと乗ってくるような振り抜きを意識して練習していただきたいと思います。ですね、一番のポイント、最初に直す修正ポイントといたしましては、やはりバックスイングの右の膝のキープですね、形をキープする角度、高さを変えないことということで、仁田畑さんに練習メニューをですね、メールにて送信いたしますので、ぜひ実践してみてください。それでは解析レッスンを終わります。